奴らはフェニックスで戦えると言ったのはこういうことだったのだろう。まあ、今それを気にしても仕方ない。まずは1回戦だ。アヤト、気合を入れていくぞ。 これからあの大観衆の前に立つのだぞ。リースフェルト、アヤトはお前と違って繊細。あまりいじめるな。ササミヤにトード。試合前だぞ。何の用だ。 もう、キリンだけ撫でてもらってずるい。アヤとアヤと、キリンだけじゃなく、私も一緒に作った。私も。不公平は良くない。うん、いい感じ。 あまりゆっくりしていると1回戦に間に合わん。ほら、さっさと食べるぞ。さあ、まず姿を現したのは聖道館学園のアマギリアヤト選手とユリス・アレクシア・フォン・リースフェルト選手。何でもアマギリ選手はオーガルクス・セルベレスタの使い手らしいですね。 注目だそうだぞ、アマギリ選手。私はいつも通りののんびりした顔にしか見えんがな。世界で一番目立つステージに立っておいて今更何を言う。さて、そろそろ試合開始だ。しっかりと心の準備をしておけ。緊張でヘマをしないようにな。 最初から全力で行くよ。私に切られた。大したものだったよ。よくやった。 見事なアヤト。ありがとう、ベルト。エンボーグ。程度じゃまだ。
に疲れてる？まったく、マスコミ連中しつこくていかん。気にするな、アヤト。いざとなれば、無視してしまえばいい。Thank you.
試合は最初から全力で行くぞ、アヤト。早々に型をつける。そうか。いや、別段そんなこともないのだが。まあ、ほら、あれだ。下手に様子見などして長引かせるよりもいいかと思ってな。 任せろ。さっさと試合を終わらして帰るぞ。
待ちに行くからね。いただくわ。この程度では満足できんな。反撃だよ。見事。よし、一緒に攻めるぞ。今日は快勝だったな。うん。ところで、私たちは就職がまだだったと思うのだが。実は、なんだ、今日はこういうものを用意してきた。まあ、こんなところだ。別にそういうわけではない。これはそう、ただの気まぐれだ。アヤト、不公平なのはよろしくないな。だからササミヤたちにはして私にしないというのは筋が通っていないのではないかと。一旦どうしてもしてもらいたいわけではないのせっかく作ってきたのだ。しっかりとよく味わってくれ。
そうだ。探してみます。